どうも、ベレスパーツ変えていきたいと思います。はい、本日はアップデート予告がやってまいりました。見ていきたいと思います。そして皆さん、ギガント学園高校大幅パワーアップ決定。まあ、ベタの予想当たりましたよね。うん。龍宮院高校がね、まあ予想されていたんですけども、やはり、キャプツバから始められた方は、南葛高校、東邦学園、ミッドフィルダー、フォワードですよね。まあそうなると、まあギガントが、来て当然なのかなと自分は思っておりました。予想が当たってよかったです。で、このアップデートなんですけども、おそらく2月16日、来週の火曜日ですね。2月16日に来るものでございます。遊びやすさ、育成しやすさを大幅パワーアップ。マイポイントで交換できる商品を追加。対抗戦の防御ターンに新要素、カウンターを追加。ギガントエクスプロージョンで経験点を稼いで、さらに強力な選手を育成しよう。ということで、まあ、これをコンセプトに強化されるみたいなんですけども、新イベキャラ、ギタリスト、常盤律。で、ドラマー、山城メイムが実装ということで、新しいバージョンですよね。うん。バンド衣装を身にまとった2人の演奏で、さらなる入部希望者が増えるらしいです。まあ、もともとね、この高校って、もうメイム頼みの高校なんですよ。まあ、人数効果アップがむちゃくちゃ強い。そして高校キャラをね、できれば2人は入れたいんですよ。で、小森ちゃんはね、ほぼ確定で入ってくる。筋力的にも守備職人ですし、まあ、カバーマスももらえるということで、かなり使える彼女なんですよ。なので、ここの高校は、基本的に彼女は小森の縛りだと思う。小森以外使えないと思う。そう思った方がいい。あとはまあ、なんだろうな、ゆきのちゃんで、鉄壁をもら、でも鉄壁は名護くんと被ったりするんだよね。うん。まあその辺を使えるかなと。ゆきのちゃんの場合は、まあ、招き猫必要ないので、まあ天才、そしてドリンク。まあこれでいけるのかなと思ったりもしております。で、この、まあリツ、そしてメイム、どうなるかなんだよな。うん、どうなるか。それが、ちょっと楽しみではあります。まあリツくんは、もともと、あれなんだよ。芝刈り機持ってます。なので、必須キャラになるはずなんですよね。うん。今までって、リツくんってこの高校をやってた人ならわかると思うんですけど、もうほぼほぼ使われてこなかった。うん。まあ、テクニック鍛錬ってのがちょっと使いづらかったってのもあって、まあ、練習効果アップはね、すごい高いものを持っているんですけども、人数効果アップ。この高校だけ必須の、ね、人数効果アップ持ってないんですよ。それを唯一持ってたのはメイムだったんで、メイム頼みの高校だったという感じでございます。まあ自分の予想としましては、常盤律が、まあ2金徳、まあ芝刈り機プラス何かになって、まあインターセプターかな。芝刈り機プラスインターセプターみたいな金徳でめちゃくちゃ強くなって、まあ、得意練習が、テクニック、メンタル。まあそのあたりになってくれると嬉しいかな。まあ一番すごいので言えば、そうだね。まあテクニック、メンタルはなるとしても、うん。芝刈り単品で、まあ確定。それプラス、ディフェンス上限。これ来たらやばいと思います。まあでも、リツのイメージないんだよな、ディフェンス上限だな。まあ、メイムにディフェンス上限をつけるかって言われちゃうと、ちょっと微妙だと思うんですよ。うん。なぜメイムにディフェンス上限をつけれないかと言いますと、先人谷高校で、メイムを使えるんですよ。うん。メイムの場合はやる気ボナがあるので、まあそのままやる気ボナで多少は来ると思うんですよ。で、それにディフェンス上限なんかつけてしまうと、先人谷高校でもうカイ君が絶対入んなくなるんですよね、デッキに。まあ、そうなるとね、ちょっと、まあ、この高校以外に先人谷高校が爆伸びしそうな感じしかしないので、まあ、メイムはおそらく二金徳になって、まあ、強化されたとしても、まあ、オフェンスの得意練習なんですよね、こいつもともと。でも、臨床を稼がないといけない高校なので、スピード、ディフェンス、まあ、そのあたり、つくのかなと。初めてのオフェンス、ディフェンスが来るのかなーって皆さん予想してる人もいるんですけども、自分の予想は、オフェンススピードかなーっていう感じはしてます。うん。メイムのね、もともとブレイブタックルの依存が、まあ、スピード依存なんですよ。ってことは、まあ、それに関連して、まあ、スピードの得意練習。うん。メイムの守備って、イメージないんですよ、自分的には。自分的にはメイムは、どちらかといえばスピードのイメージがありますので、うん。スピードなのかなーと思ってます。まあ、両方ともね、絶対強いキャラになると思う。だから両方とも多分必須キャラになると思うね。さすがに。リツの場合は、芝刈り機の必須キャラ。で、メイムの場合は、人数効果アップの必須キャラ。まあ、リツにね、人数効果アップがつかない場合は、もしかしたら前上で率ではなくリヒター使う可能性はあるかもしれません。でもテクメンタルになった場合って、メンタルって結構ね、対抗戦で使えるんですよ。しかも対抗戦の防御ターンにもね、カウンターが追加ということで、カウンターが追加するってことは、防御、そして攻撃、両方とも得意練習があるわけじゃないですか。そうなると、やっぱりね、2種連持ちが強いんですよ。1種じゃないんですよ。まあ、リヒターみたいな単体のディフェンスの得意練習みたいなキャラも入れていいと思う。1体、2体ぐらいは入れてもいいと思うけど、やっぱりね、まあその辺で戦っていかないといけない。まあ、2種連持ちを戦っていかないといけないと思うので、まあ、律、メイム。この辺はね、せめて2種連にしてほしい。まあ、小森はまあいいとして、後のキャラとしましては天野くんとか、そこら辺の人数効果アップがまた輝くんだろうなぁと思っております。さすがにタックのね、エクスプロージョンの、仕様はほぼほぼ変わらないと思うんですよ。対抗戦とかの、まあ、攻撃防御が変わって、まあ、商品追加されて、まあ、金額の数が増える。そして、まあ、自分の希望としては、まあ、ギガントエクスプロージョン。これがね、得意練習頻度を持ってくれる。まあ、そのキャラを、戦ったキャラは得意練習頻度がアップする。みたいな形にすると、まあ、熱いのかなと。でも、メイムにね、得意練習頻度なんか持たして、オフェンスばっか来ちゃうと困るんで、それならばメイムは本当に、オフェンススピードで、得意練習でないとダメです。そういう場合はね。一番最悪の場合は、メイムが、オフェンスフィジカルになって、そういう得意練習頻度がアップするみたいな感じになったら、ちょっとメイムの使い方が難しいんですよね。フィジカル、もともとね、メイムってなぜかね、フィジカルの得意練習とか何も持ってなくて、フィジカル練習得意練習ではないんですけども、もうひたすらフィジカルに来るんですよ。で、筋力をひたすらくれるキャラなんで、まあできれば、オフェンススピードにして、そうだね。得意練習頻度とかつけてくれると嬉しいかな。高校に得意練習頻度をつけてくれるのもいいし、メイムに得意練習頻度をつけてくれるのもあり。まあでも、それでも俺はやる気ボナーは消さないでほしい。結局この新バージョンのメインも、ドラマーのメインも、まあ、新人何高校でも使いたいんですよ。やる気ボナー45で80。で、50の時点で 100%。結構強いんですよね。それに得意練習頻度がつけばもっと強くなりますので、できればね、プラス得意練習頻度みたいな形で、メイムの、テーブルは作ってくれると嬉しいです。お願いだから、やる気ボナは消さないでください。メイムは本当に使えます。まあ、先陣内高校でも使えるキャラなんでね。先陣内高校の方が強い。でもやっぱりね、ギガント学園高校合わないよって方もいると思うんですよ。やってみて、この高校むずいって思う方もいると思うんで、まあ、やる気ボナを残しといて、先陣内高校でも作れますよ、みたいな感じにしといてくれると嬉しいかな。はい。あと、まあ、マイポイントで交換できる商品なんですけど、今って、なんだっけ、ジャイアントキリングじゃあ、ごめんなさい、ジェントルマン、カバーマスター、で、猟犬、で、騎士改正、セキュリティセンサー、エアマスター、で、あと、バリケードか。まあ、そんな感じなんですよね。で、ゴールキーパーの場合は、ここに雲男が加わるのかな。猟犬なくなって、雲男が加わるという形なので、まあ、筋力的には悪くないんですよ。バリケードが取れるというのはむちゃくちゃ強いんですよね。ゴールキーパーでもディフェンダーでもやっぱバリケードが強いと思うので、まあ、取りやすいようになるんだなと思うんですけども、ここにさらに、商品が追加されるということで、何が来るんでしょう。ディフェンダー、まあ、そうだね、鉄壁とか、まあ、その辺も追加されるのか、そうだね、ゴールキーパー用の難攻不落とか、まあその辺もあり。で、新眼なんてね、来たらやばいよね。ゴールキーパーで新眼が高校筋力で来ましたとかやったらやばいんで、ちょっと来てほしいですけどね。あとは芝刈り機とか、さすがに芝刈り機はないと思うけど、芝刈り機が実装されるとやばい。あとブレイブダックルとか。そうなるとね、メイム、率、抜きのデッキも考えてこれる。で、メイムはさすがに抜けないと思う。人数効果アップがあるんで抜けないと思うので、まあその辺はね、ちょっとやってみないとわかりません。本当にやってみないとわかりませんが、楽しみで仕方ない。もうこの高校結構自分的には好きな高校なんでね。まあ、やり込みたいと思います。はい。本日はね、以上とさせていただきます。来週の火曜日待って皆さん、楽しみにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビラでした。さよなら。